ニコおいで。おいで。ニコおいで。ニコって、おいで。ニコおいで。ああ、言うこと聞かない、ニコ。ニコおいでって。ニコ、おいで。ニコ。お疲れ様でーす。いやー、今日 GoPro 忘れました。GoPro 忘れたんですよね。っていうよりもですね、愛犬ニコ、全く言うこと聞かなくなりましたね。いやー、困りもんですよね。反抗期だったらいいんですけど、今後ずっとああいう形だったら、ちょっと、教育が必要ですね。まああれですね、昔は可愛かったんですよね。まあ人間と同じですけれども、人間もちっちゃい頃可愛いじゃないですか。それで成長していって、だんだん生意気になっていって、なんか子供鬱陶しいなって思う時も出てくると思うんですけれども、なんかそんな感じですね。で、今後、ニコとはですね、やっぱある程度対等に付き合わないと、ダメだなっていうふうにも思いました。彼にも自我がありますからね、自我が。自我ですね。だからそうだなっていうふうに思いましたね。それでニコと生活するようになって、もう3年以上ですからね。結構経つんだなと思いながら、その過去の写真見てたんですよね。可愛い写真。すごく、やっぱこんなちっちゃかったですからね。今こんなでかいですけど、腹が出て、おっさんみたいになってますけど、もともとはこんなちっちゃかったんですよ。すごいね、赤ちゃんだから可愛かったんですけど、あれからもう3年以上経つのかと思いながら、他のニコの写真をこうやってさ、探してたんですよ。そしたらですね、ちょっとある写真が出てきたんですよね。これですね。それも7月16日ですね。2021年の7月16日、ちょうど2年前になるんですけれども、あれからもう2年かよっていう感じなんですよね。ちょうど2年前の今日、コーヒーの会社で研修してたんですよね。1ヶ月ホテル住まいで。それで実際の店舗に立って、お客様と接して、それでいろいろまあコーヒーの味とかも勉強しながら、すごく充実した日々を過ごしてたんですよね。あの頃って。いや、あれからもう2年経ったのかよ、と思いながらも、あの研修とか、あと実際起業して、まあ失敗したわけですけれども、自販機で。で、そういうのって、プラスになってんのかなってちょっと考えちゃったんですよね。やっぱり何事もプラスにしないと、ダメですから、実際そのコーヒーで起業したことは、自分にとってプラスだったかなって、っていう風に考えちゃったんですよ。いやー、あの研修の後ですね、やっぱり体力も使いましたし、お金も結構使ったんですよね。っていうのも、その基本的にはですね、店舗を出そうと思って一生懸命回ってましたからね。その複合施設の本社に行ったりで、本社の担当者と電話したり、それで実際福岡県内のですね、その複合施設を見て回ったりしてたんですよ。それも頻繁に。で、実際そこの店長さんとお会いできるときはお会いしたりしてたんですよね。で、佐賀県の方にも行ったことあるんですよ。あと北九州とか、そういうところをいろいろ回ってたんで、だから相当な時間とお金をかけたんですよね。それを1年くらいして、それで結局自販機を、出すっていうことになったんですけれども、私のですね、本当に今考えたらですよ、大きなミスはですね、やっぱり自販機ですね。自販機なんか儲からないよ。自販機出しちゃダメだよってアドバイスくれた方も多かったんですけれども、
結局あの自販機さえやらなければ、多分今頃、店舗でずっと進んでますから、店舗の方をやってた可能性はゼロじゃないですよね。いや、それはちょっと思うんですよ。それで起業って、本当に自分の好きなことで起業するっていうのは、基本ですけれども、最初から自分がこう、考えてきたことってあるじゃないですか。それを通さないと、やっぱり後悔するし、うまくいかないなっていうの、これはですね、かなり勉強になったんですよ。だから今後の起業に関してもプラスになるなと思ってるんですけれども、その自販機に関しては、これ本当は言っちゃダメなんですけれども、そのやる前に動画だとか、あとライブ配信で、いや、儲からないって言ってたんですよね。で、じゃあ儲からないのにどうしてやるんだよっていう話になるじゃないですか。で、これもよく話してたんですけど、自販機で1年2年、まあ会社の知名度を上げて、それで次の店舗につなげればいいっていうことを考えたんですよ。で、福岡って本当の本当に激戦区なんですよね、コーヒーの。で、だからですね、まずは知名度を広めないと話になんないんですよ。それはですね、私の考えっていうわけではなくて、私の考えも当然ありますけれども、複合施設の担当者に、それは相当言われてたんですよね。で、だから、その自販機はいいきっかけになると思いますよとも言われてたんですよ。自販機で何年かやって店舗やれば、あ、あそこの自販機に置いてたコーヒーだっていうことで、まあ知名度がある程度ついて、場所良かったですからね。今なんか、あの場所ってすごく取れないんですよ。人気があって。で、結局はあそこに、その最大級のユニクロができたり、そう、してるんですよね。再開発で、天神ビッグバンで。で、それを知ってたので、あそこで複合施設の人と契約してたんですけれども、だからですね、もったいないことしたな、とは思ってるんですよ、正直言って。ただ、そうやって自販機で知名度を上げて、次に進めばいいっていう考え自体が、これがですね、やっぱり起業したことない、ただのサラリーマンですから、甘かったですよね。本当に今考えたら甘かったと思いますね。その、まあ、結局自販機といえども、儲からないっていう風に言って取り組んだら、やっぱ儲からないですよ。で、さらにはですね、その、どう考えても儲からないじゃないですか、自販機って。要は缶コーヒーが、その10分に1本とか2本とかボンボン売れるような立地で、それで缶コーヒー自体100円ぐらいですけど、売れればいいですけれども、自販機で、それも真夏、8月スタートですからね、結局8月から11月までしかやってないんですけれども、そこでドリップバッグっていうのは、どう考えても売れないし、それで、さらにはですね、実際、それこそそのコーヒーのその本社があるところの県ってすごい有名なんですけど、そのコーヒーの名前は、コーヒーの会社の名前は。そこでやったとしても、例えばすぐ採算が取れるような売り上げっていうのは上げられないと思うんですよね。機械代が高いんで。だからそういう状況が分かっていながらもやってしまったっていうことが全てのマイナスですよね。失敗ですよね。で、これがですね、私の弱さっていうところも出てるんですよ。これは、まあ、動画したかどうかわからないんですけれども、その、店舗でやるんだったら、もう店舗しかやる気ありませんって私はっきり言えばよかったんですよね。基本的に私サラリーマン魂がありますから、イエスマンなんですよ。とりあえずダメだと思っても受けて、それを良くしようと思って努力すればいいっていう考えありますから、とにかく受けちゃうんですよね。だから自販機に関してもですね、福岡じゃダメですよ。それか、福岡でやるなら2、3年時間いただかないとちょっと厳しいと思いますよっていうことははっきり言うべきでしたよね。で、そこを詰めてから自販機を出して、それでその次のステップに進むっていうんだったらわかるんですけれども、そのあたりの、この脳がやっぱり私なかったですね。で、頭自体が起業可能ではないので、
まあ、明らかに失敗するなっていう感じです。それがですね、本当に勉強になりましたね。今後何かやるにしても、少なくとも、誰か相手がいるわけじゃないですか。お客さんだけじゃなくて、それこそ、ね、何か納品するんだったら、その、相手の会社もあるわけですから、そういうことを考えたときに、その折衝っていう意味では、やっぱり自分が思ったことは、ある程度強く通さないとダメだなと思いましたね。一方的に言っても話にならないですけれども、やっぱり自分はこういうふうに思ってるんで、ここら辺は妥協してくださいっていう感じで、それがもう折衝ですよね。それが全くできてなかったっていうのが大きな反省点ですね。それでもう一つは、これ多分怒られますよ。怒られると思うんですけれども、やっぱり大企業に勤めてたんだなっていうふうに思います。で、自分の言うのもおかしいんですけれども、自分がずっと二十何年間、こう、教えられてきて、で、相手お医者さんだったんですけれども、お医者さんとメールとか実際会ってやり取りしたり話したりして、得た知識とか、そのやり方、ノウハウみたいなもの、人と接し方、メールの仕方ってありますよね。で、それは当たり前だと思ってたんですよね、私は。だから、そういうふうに、まあ、まさか、そういう形できちっとしない人はいないだろうと思ったんですけれども、実際ですね、やっぱりですね、これ大企業病だったんですよね。基本的にはですね、それなりの、その中小企業という言い方おかしいかもしれないんですけれども、そこまできちっとしてませんね。で、これ、個人の問題かもしれませんけれども、まあ私は、ちょっとその、向こうの会社の事務の人間とこうトラブったわけなんですけど、メールのやり取りで、なんかすごい失礼なメール送ってきたんで、トラブって、それで関係がうまくいかずに、結局はもうストップっていう形、もうこれで終わりっていう形になってるんですけれども、で、これちょっと悪口として捉えないでくださいね。私、その、本当に思ってることを動画にしてるだけなんで、それに関して批判するんだって全然問題ないですけど、とにかく悪口っていうよりもは、自分が思ってることをそのまま伝えてるっていう動画ですので、よろしくお願いします。だから私がそう感じたのは、そういう、私が持ってる常識が、その常識じゃない人間が、多々いるなっていうことなんですよね。その、要はビジネス文書がきちっとしてない人間とか、メールのやり取りがきちっとできない人間っていうのは、普通にいるんだっていうのが分かったんですよね。で、私の場合はですね、いろんなところを転勤して、いろんな違うパターンの先生とか、あとその地域性ってやっぱりあるんですよ。そこら辺でいろんなことを勉強して学んで、それで人との接し方とか、そのメールの出し方とか、当然メールはまあ地域性ないですけど、そういうのを学んできて、常識として持ってるわけなんですけれども、自分を持ち上げるわけじゃないですからね。で、ただですね、やっぱりちょっとそういうのが全くできてない人っているんだなと思いましたね。あと、その、約束をしてても、約束を守らずに、それに対して謝罪がない、人っていうのもあるんだな、いるんだなっていうのも分かったんですよね。だからそういう意味ではですね、すごく社会勉強にはなってるんですよ。で、これ、なんか悪口動画みたいになってますけど、また悪口言ってるって言われますけど、これは事実として自分が感じたことなんですよね。だから逆に、そういうことがあったから、その、今後、いろんな人と接する上で、ちょっと自分の常識っていうものを置いておいて、相手に合わす必要があるなとは思ったんですよね。で、例えば地域、そこの地域しかいない人は、ここの地域しかわからないじゃないですか。で、日本全国行ってるわけじゃないですから、だからここの地域の常識が、もう一般常識だと思ってるわけですから、だからそういう人に対しては、ここの地域の情報っていうか一般常識を自分が叩き込まないとダメですよね。得意先だったら、相手が。で、ここの地域の常識の中で、こう、やり取りをしないと、やっぱりうまくはいかないですよね。そういうのをすごく感じたんですよ。ちょっと表現が難しいんですけれども、わかる方はちょっとわかると思うんですよね。経験されてたら。
まあ、そういうふうなことを考えた一日でしたね。一日っていうか、これから始まるんですけど、まあ、本日は以上ですね。ニコ言うこと聞かないな、っていうふうなことから、写真見てたら、2年前の今日、私が研修を受けてる写真があって、ああ、そういや、研修受けてたなって充実した、それで、あの会社いい会社だったなっていうふうに思うのと同時に、いや、こういうことも勉強になったんだなって、今後に生かさないとダメだなっていうふうなのを、改めて感じた、この一日の始まりになりましたね。まあ、本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございまーす。なんか、批判っぽいことを言うときは、動画長いですよね、私。すいません。じゃあ、すいません。失礼します。